稲葉さん、お久しぶりです。セミナー、今年の3月ですかね、あれから2ヶ月まだ1ヶ月ちょいか、はい、今回ですね、鷲津さんのコンプリートボックス、お買い求めありがとうございます。はい、まあ、今回ですね、まあ、検証に検証を重ね続けて、またこれからも検証を重ね続けていくという、前代未聞の企画なんですけども、まあ、鷲津さんがぶっ倒れるまで、僕もぶっ倒れるまでずっと動画を撮り続けようかなと思うんですけど、もう200本以上ね、検証動画をこう重ねてって、まあ、実際にセミナー今回初めてやったんですけども、手法を全部公開してくれました。で、まあ、ブックメーカーやるんであるならば、まあ、アフィリエイトとかの方も、転売とかもいろいろやられてると思うんですけど、一つの収入の柱として、まあ、ブックメーカーは覚えれば、覚えればもうタップだけで OK なんで、って感じですね。まあ、どうしてもアフィリエイトとか転売とかは、もちろんブックメーカーの方も試合精査してタップするっていう作業は必要なんですけど、まあ、アフィリエイトとか、まあ、転売に比べる作業に比べると、まあ、めちゃめちゃ楽なんじゃないかなと思います。まあ、タップして利確なんで、すぐ利確ですから。これはね、僕の場合はもう情報発信を今メインにやってるんで、最初ブックメーカーの検証やってた時に、僕もブックメーカーやろうかなと思って、僕もお金入れてやろうかなと思ったんですよ。だけど僕はもう情報発信の商品、まあ、自分で商品作れますし、セミナーもできるんで、別に僕がやることないなと思って、まあ、僕はもう情報発信して、まあ、塾の方も情報発信して売り上げを上げていくっていうのがメインでやってますんで、そのノウハウの部分ですよね、まあ、そこは、まあ、いろんな方に提供今していただいているので、それはそれでいいのかなと今感じております。まあ、あと英語がね、ちょっと僕苦手っていうのもありまして、英語が、まあ、FX だけはちょっとね、やろうと思ってますんで、今後40歳から FX はやろうと思ってますけども、まあ、FX も英語の部分もあるんで、ちょっと覚えないといけないですけど、ただ FX はですね、まあ、365日動いてますし、まあ、その上限がないですよね。ブックメーカーはワンベッド多分200万ぐらいが上限なんですけど、 FX に関しては1億でも2億でも3億でも多分そこまで上限ないと思うんで、ないはずです。まあ、1兆円ベッドできるかっていうと分かんないですけど、で、まあ、世界の相場が見れるっていうところが面白いなと思ってるんですけど、まあ、ブックメーカーは小銭を稼ぐっていうかね、まあ、ある程度、まあ、数十万とか、まあ、数百万もね稼いでる人もいますけども、まあ、それぐらいを狙っていくのに、まあ、ちょうど適した、まあ、投資ではないんですけども、まあ、いいお金の稼ぎ方なんじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひですね、実践していただければなと思います。はい、今回は商品お申し込みありがとうございました。